美術館に動きを与えたいというふうに思いました。広州の美術館が中国の中心になるように、そして世界の中心になるようにというようなことを考えました。美術館は言うたら見たら分かるように円形です。で、円形が真ん中に空洞があって、その空洞の中にずっと入っていくようになっておりますけれども、円形が単に円形じゃなしに少し上でずれています。它是一个很具有挑战性的建筑物，打破了原来的安藤老师的这种比较稳、非常的有力量的感觉，一层比一层更悬挑出去，是在其他的这个安藤建筑里面没有出现过的。まず美術館に来た人たちはアプローチからずっとランドスケープを見ます。大きなこう計画の中から水を見て中に入ると、あの大きな空洞があります。この空洞の上から光が入ってくる。そしてぐるっとこう空洞を上がっていくと、そのそれぞれにいわゆる展示の部屋があるという構成になっています。奥の美術館は非常にこうストイックで動きがないです。そしてかつそれぞれの部屋は静かにこう配置してありますから、あるものを見ながらぐるぐると回っていくと最後までこう見て回れるということになっています。ストイックでありながらかつ動きがあり、かつその周辺環境と一体になるように、この美術館は動きのある美術館にしたいというふうに。美術館を見て、より一層素晴らしい美術館にするためには、キュレーターの人たち、館長の人たちの力にかかっていると思うんです。あ、こういうところにあるんだな、こういうところあるなという好奇心を受け止められるようになっておりますから、自分がどこが面白いかということをキャッチしていただきたいと思います。自分の心がワクワクするものだと思ってますから、そのことによってこの美術館に行っていこうかなと。美術館に行って好奇心をデベロップすると、長い人生の糧にする。